皆さんこんにちは、井ノ原千尋です。1ヶ月ぶりの YouTube となってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の YouTube は撮影の裏側やメイクのためになるポイント、おふざけショットなどゆるい感じでお届けいたします。それではスタート。これ確かにすごいスチーム量なんかですよね。こっちから見てる限りいい感じな、いい感じのモヤがかかってくる。前髪切りましたよね。そう、ここから大変身が始まるんだ。これよくかかるパターンだっけ。あ、すいません。2番か今さらさら。いや、湯葉ってすごいね、初めての表現だわ。なんか、このふわふわ感が、でも薄いから、皮膚が薄いから確かにゆで卵より湯葉っぽいかも。気持ちいい、気持ちいい。たるみやすいんだよね、すっごい。この肌は糸とかは出てないですか。出てないの。スックって可愛いのよね。スックのネイルカラーポリッシュ148番でございます。そうか、どこのですか。ドルガバです。ドルチアンドガッパー、超かわいい。ピントが合わない。ピントが合わない。あ、あった。かわいい。へぇ、すごい。めちゃかく、すごい。初めてこの感じやったんじゃない。いつも私やってなかったっけ。やってんのかな。こんなにガッツリは確かに入れてなかったかもしれない。え、すごい。え、口にも今なんかした。口にもね、あの茶色で囲んでおりますよ。え、すごい。ちょっとここからはですね、普段あまりお見せしないようなオブスフェイスが続くのですが、まずはまつげとまつげの間を埋めていくようにアイラインを引いてもらっております。そして次、マスカラですね。これ多分お湯で落ちるマスカラなんですけど、私はお湯で落ちるマスカラが大好きです。上下にサラサラサラっと塗って、はい、最後チーク、最後かな。チークを塗るとやっぱりこう血色が内側からじわっと出る感じがいいですね。アリサちゃんが私のアウターをかけてくれました。ありがとうございます。ここからですね、髪の毛を整えたりいろいろしていくんですが、今日のメイクのテーマはバブミということだったんですが、この後ようやくバブミの意味がわかります。お、すごい綺麗だね。お、急に合いましたよ。はい、お願いします。 RMK リクト、あ、違う違う、リクイドアイズ01ラスティーローズアイシャドウ。へー、ローズ系だもんね。結構なんかグレー味が強いですね、今回。へー、すごい、こんな形のでございます。お団子にしたいらしくて、ちょっとだけお待ちくださいね。断面ほぼ完成。まだ完成しないですけど、紙でちょっと思いますかね。あら、転身いたしました。転身いたしました。朝からの、本当に朝の状態からのこんな変身するってすごい、すごいね。お色気系すごい。あ、でもヘアメイクさんってすごくない。本当にすごいと思う、ね、メイクとヘアでこんなに顔変わるならさ、それはさ、なんか頑張ろうって思う。そうだね、すっぴんとかであんま出歩くの、やめようって思うけど、でも結局そう、戻っちゃう、できない、できない、できない。かわいい。すごいよ、使ったものを紹介するね。このリップでしょ、このアイシャドウでしょ、マスカラは普通に黒で、アイラインも黒ね、黒のアイラインだ。ナディちゃんは本当に今っぽいメイクを作るんです。あ、上手ですね。まだ寝てしまったんだなって、なんか昨日は寝てしまったんだよね。なんかでもなんか、昨日のそのラーメンとかは一人で行ったの。うん、友達と行って。楽は行ったことある。行ったの。楽
臭いやつ臭いっていう。いや、そう、うん、ラクーアっていう、お、そうそうそう、の前に普通に近くの温泉行って。ラクーア行ったことありますよ。でしょ、五穀寺。五穀寺だっけあれ。五穀寺ね。見てください、これ天然水の左右すごいね。もう左右、すごい。これも食べたら普通の水ですね、うん、そういうことになるね。うん、行きましょう。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あらゆる手を使っていきます。そう、私はあまり見たわ。なんでわかるんですか。今のところ私は見てる。なんか一番目で評価みんないい気がしたの。私もそれですね。面白かった。あの、魅力もわかる。わかる。可愛くて可愛い。だって素朴なの。すっごい素朴で、でもすっごい可愛いんだよね。顔がいい女。全体的なテーマ。それ大丈夫かな、そのテーマに。顔がいい女。顔がいい女の時に呼ばれるやつじゃないよ。ということで、このテーマのご期待に応えられるかは若干の不安がありますが、ヘアメイクも可愛くしてもらったし、楽しいメンバーだし、本当に本当に笑いが絶えない現場でございます。だいたい現場ではドラマとか映画の話とか最近だった楽しいこととかを話してるのですが、皆様最近おすすめの映画などありますか？私はですね、今期はブラッシュアップライフと星降る夜にを見て、あと何本か見たんですけど、その2つが良かったかなという感じです。はい、お願いします。はい、あとあれですね、草薙くんのなんだっけ、罪の罪人、違う、なんだっけ、もすごい楽しかったです。映画は最近見に行けてないんですけど、インド映画の RRR をもうずっと見たい見たいと思って映画館に行けてないので、公開が終わる前に行きたいなと思っています。なんだっけこれ、保育園に行くんだけど、ここにお稽古ごとのバッグ入ってて、はい、お稽古、息子のお稽古品が入ってます。とママも働いてるママで、行ってきます。行ってらっしゃい。ママ友ランチ、吉祥寺に行きます。ここでゲラゲラ笑えるすごい楽しい話でもできたらいいなと思ったのですが、そんな大してゲラゲラ笑える話もなさそうな気もするので、最近あった一番嬉しいニュースは、自分で一から始めたセンチというね、小柄さんブランドがローンチできたのが一番嬉しかったニュースかなと思います。買ってくださった皆様ありがとうございます。これからもね、もっとアイテムをこだわって本当に欲しいものだけを出せるように頑張ります。耳ちっちゃいね。そうなの、めっちゃ箱、本当に自分よりちっちゃい耳の人を見たことないぐらいちっちゃくて、なんかあのイヤホンが全くダメ、入んない。あら、耳ちっちゃい。うん、すごい不便な。エアポッツポロリンじゃない。毎日落としてるよ私、耳の穴がちっちゃすぎて。あー、なんかつけるやつありますね、穴小さい人用みたいな。ダメ、それも全然入んない。なんか入んないんだよね。じゃあこういうタイプじゃないとダメ。ね、だから頑張ってエアポッツしてるけど、めっちゃ落ちる。はい、はい、お、手だれ手だれ手だれ。すいません、はい、バブみが強い。これバブ、馬がバブ、うん、何なの、バブみって赤ちゃんってこと。あとバブのバブ、え、バブバブリーだと思ってた。バブリー、これは赤ちゃんですよ。やばい、赤ちゃんみあるっていうこと、今日のメイクとかで。そうです、え、そっか、だからなんかどうしたら通じ合えてなかったし。バブミとは、でも最近私は友達との間で言ってるだけだったかもしれないんですけど、はい、そのバブミじゃなくて赤って呼ぶんです。マジ赤だよね。赤ちゃん、赤ちゃんってこと。赤、いや赤じゃないから。分からん。それは海外語ですね。海外語、はい、海外語。赤だから受ける。赤です。
バブミってそういうことか、私バブリーな意味だと思って。バブリーなメイク、そうでバブリーなメイクはされて、バブリー、私バブリーになるの、だから今日そういう感じなんだと思って。やりたくないですよね、バブリー。いや全なんか新しい領域だなって思ってた。でもなんか分かんなかったの、意味が。赤ちゃんってことね。バブミですよ。こちらはバブ。バブミメイクです。バブミメイクで赤になりました。西ひろは赤になりました。こことかね。うん、ああ、そう、遅れ毛。バブですね、それは。はい。レッツバブ。はい、レッツバブ。こういう感じで、こうね。了解でーす。おっと、これは完全に仕事モードな井ノ原という感じですね。ポーズはね、いつも自由だったり、この服にはこういうポーズでお願いしますって言ってもらったりして、これはこの袖の部分を見せるために横壁ドンをさせていただいております。その手がでこのままデニムの撮影というかデニムありきでお団子にします。お団子にします。すごいテンションになってるよ、私は。Vlog とかの方がすっごいしにくいと思う。へえ。Vlog 系多いですよね。そう、だからやめようっていうか、なんか参考になりそう系にしようかなと思って。AGA 治療してみたい。AGA 治療。あのハゲ治療みたいな。髪が薄すぎて。え、どこハゲてます？どこハゲてます？なんかさ、ハゲてるっていうか、なんか薄い？細い？薄い？なんだかな。え、でもなんか、まあ、髪質ですよね、これは。そう。なんかすごい量あるから、細いっていうだけじゃないですか。そう。太くできるのかな。まつげみたいな。太くはできるのかな。こういう生え際の人、超憧れてるね。ちょっとだけ描きましょうか。描きましょうか。いや、全然大丈夫。ちょっとだけ。でも自分でも毎回こう書いちゃうの、って気になっちゃってハゲが、すごい、そんな技あるんだ。こうね、こうやってこうやって書いてすごーい。ちょっと産毛っぽくなるんだ。そうね、お眉毛描いたら濃い色でこう一緒にこれは裏技じゃない。描くすごい。なんかでも昔からね、その額の形で結構、なんだ、男女って分かれるらしくて、なんかやっぱ四角いじゃん、男の男性の方が、はい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 、女性の方が結構丸いじゃん、はいはい、だからいつも自分でアレンジするときは絶対ちょっとここをちゃんと前に戻すようにしてた。こうやってやった後にちょっと戻すみたいな。でも書いたのは人生初。書いたのは初。書いてみますよ。すごい。で、フィアンセのやつなんですけど、これで、ふみちゃん以外のこうちょいちょいと。ありつつ。すごい技じゃない。ちなみに、一本だけある白髪とか。うん、わあ、すごい。なんてやつ？フィアンセ。フィアンセ。フィアンセ、フィアンセ、すごい。フィアンセだ。ポイントヘアスティックキュア。いろいろ使ったんですけど、これが一番パリパリしないのにちゃんとアハゲが収まる。めっちゃすごい。でこれウブ毛ちゃんとかもこうやってピャンって、ちょっとツヤっとする感じ。そうですね、カチッとしないからめっちゃ良かったですよ。こういうところだよね、こういうおしゃれさ。へえ、かわいい。やっぱバブミがあるもん、この辺とか。バブミがある。美容師さんが、あれはいいんじゃないって、なんかヘアマネキュア。あー、それかマスカラでいっちゃいますよ。あ、エクロの目の、あ、でこうフェスあ、そんなに黒い、根元そんなにあれなんで、私は結構マスカラそのままガーッてしちゃう。確かにそれでいいかも。なんかね、すごーい。はい、行きます。はい、完成。かわいい。そこ
か丁寧な暮らししてそう。丁寧な暮らししてます。あの作り置きでちゃんと紫キャベツとかのナムルも作る。はい、3つ目のヘアチェンジでございます。いや、赤いのが全然あるのとないので全然違うかも。腰周りを温めるのが大事ですね、うん、下着に初めて貼ったけど、下着お尻らへんとこの子宮らへん火傷してません、大丈夫、ね、確かに手を火傷怖い。もう今ひたすらあのなんだっけ、火鍋のシャングリラズシークレットを一回食べたくていいです。何それ。なんかキノコの火鍋なんですけど、うんうん、めっちゃ美味しいですよ。なんかキノコの薬膳鍋。え、家で？え、外食です。どこにあるの？六本木とか、あと銀座もあります。なんか知ってるかもそれ、誰かもあげてた気がする。火鍋のシャングリラ鍋、シャングリラズシークレットっていうお店。シャングリラズシークレット、はい、はい、メモ。美味しいね。夜一人食べてる。あ、誘ってほしい。ウリッチ、はい、自転車でどこでも行けるか。自転車とトレーニングになるべく行くようにしてるかもしれない。最近はやはり何かをしている、うん、でもすごい脂肪量と筋肉量のなさだったの。体重は結構少なく、昔より全然減ったんだけど、はい、すっごいあの可愛いんだ、この髪型。ストレートストレートタイプでございます。すごい、階段見えるとちょっとまた変わりますよね。変わる、全然違う。あ、なるほど、そうなんだ。これがやりたかった髪型かも、ストレートタイプか、これがストレートタイプです。うん、やりたかったやつだ、ね、なるほどね、こうやってやればいい。これはシヌレニみたいなやつで、さっきのがそぼろな。美味しそう。ね、海苔も忘れちゃった。海苔。ちょっとなるべく来た。うんうん。ほうほう。一丁上がりでございますので、おにぎりを程よく食べたらで。いやー。なんかね、これ手ぶれするのもね。すごい言われた。え、完成されるんですか？うん、手ぶれが気になるってその YouTube 見てる友達にすごい言われて、これ全然超手ぶれするんですよ。写真用で買ったから。あ、そう、そしたらすごい手ぶれするからこの YouTube は見てられないし酔っちゃうよって最初のやつで言われた。第1弾結構ビシバシ言われるんですね。そう、厳しく言ってくださいって言ったら本当にみんなが教えてくれて、あ、そんなに私の YouTube 見てられないんだと思って。すごい、日傘まであります。日傘まで。あ、このダウン着てたら全然大丈夫。じゃあ、ちょっと行きます。はい、じゃあ、良さそうですね。オッケー、終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。どう？オッケー。意外とうまくない。仕切り直されるの？仕切り直されると狂っちゃうタイプ。かわいい。かわいい。ということで今回の YouTube いかがだったでしょうか。かなり長くゆるくやってしまったのですが、メイクのテクニックとか髪型のねやり方とかいろんな所作、そしてゆるトークなど参考になったり楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。最後まで見てくださった皆様本当にありがとうございました。また更新できるよう頑張ります。またねー。